この動画は、これらのモッドを使用して、やりたい放題するだけの動画です。過度な期待はしないでください。はい、宇宙生活で忙しい、ともっちゃです。前回は、村人の移住や塩田の作成、油田の移動をしました。前回を覚えてないって?だったらもう一回見たらいいだけじゃない。いっそ全話を何周してもいいんですよ。さて、相変わらず豆工事の量産作業をしていますが。塩田の方も干上がって、塩ができた頃でしょう。塩と豆工事で、ようやく味噌だるが作れます。白くなっている部分が塩ですね。ここを右クリックで塩ができます。あと、空き瓶も用意しておくと、にがりが手に入ります。1回目の右クリックで塩ができて、空き瓶を持って右クリックでにがりが手に入ります。はい。ぶっちゃけ、千円かまどで作る方が早いし楽なんですけどね。実績のためだけに作ったわけです。もう一度水を張って塩を作る気はありません。回収した塩と豆麹で、味噌だるを作っていきます。だるは前に作った自動作業台の隣に、味噌だる用の自動作業台も用意しました。ここに、塩と豆麹と樽を突っ込んでおけば、味噌樽が出来上がります。無駄に量産したビルドクラフトのロートを少しでも使っておきたい病気。ロートはまだまだ在庫が残っています。ホッパーの代わりになるかと思って作ったものの、思いのほか用途が少なかった模様。できました。味噌だるです。味噌だるを置いて、上に石を置いて、発酵したら味噌と醤油ができます。発酵まで時間がかかるので、いつものように他のことをして時間を潰しましょう。港の隣のスペースを利用して、桟橋なんかを追加していこうと思います。効率強化のダイヤスコップを持ってきてしまっていて、一括破壊が発しまくってます。結局、この後フィラー先生にお越しいただいて、工事を進めました。サクッと完成。天気最悪ですが、影モッドの影響で、曇りや夜じゃないと建物の中がほとんど見えないので、このまま行きます。はい、大帝ちゃんです。アキツシマが、ことあるごとに、大帝ちゃんと連呼して、ちょっとジェラシー。大帝ちゃん以外、特に何もありません。天井のトラスには、あまり気味の竹柵を使っておきました。日中は外から見ても、大帝ちゃんが影に隠れてしまって見えません。真っ暗すぎて中がよくわからない状態になります。影モッドを切ればいいだけなんですけどね。夜になった方が、大帝ちゃんがよく見えるようになります。
下手に解放感を出そうとした結果、影モッドが悪い方向に働いてしまいました。雷怖い。サイズ的には、US2 の配備もできます。しかし、US2 を置くには、雰囲気が古めかしいので、あまり合いません。あ、そうそう。油田の採掘は順調で、金オイルの生成に取り掛かっていますが、養魚場のエンジンルームの燃料が不足してきたので、鉄エンジンの出力でリファイナリーを動かす、自給自足の状態が続いています。バイオ燃料の生産も追いついていないので、木炭と石エンジンの組み合わせに戻りつつあります。ぶっちゃけ、豆腐オーブンで木炭量産した方が早いんですけどね。しかし、油田を放置しておくと海を移動するのに邪魔になるという。沖合の油田もいずれ採掘しないといけませんね。味噌の様子を見に来たら、全く変化がありませんでした。ジャンクの読み込み範囲外で工事したために、時間が経過していなかったのかもしれません。ジャンクローダー標準装備のクアーリーに慣れてしまい、ジャンクローダーを設置し忘れていました。せっかくなので、生産が完了した追加の味噌樽を並べておきます。まるで発酵が進んでいない。これらの味噌が発酵するまで、さらに別の工事をしておきましょう。豆腐ゲート駅の隣の空きスペースに、簡単な商店でも作りましょう。サクッと完成。やー、卵納豆ご飯美味しい。はい。特に目的もない賑やかしのお店。駐車場みたいなスペースを作ろうかと思ったけど敷地が狭くて断念。一応、馬を首綱で止められるようにフェンスを置いていますが、豆腐ゲート駅の駐馬場を使った方がマシ。賑やかし目的なので、内装は外から見える部分だけ。上昇へね。決して手抜きではリリ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 リさて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 、建築している間に味噌も出来上がってますね。まだの部分もありますが、ほとんど発酵が完了しています。追加分の味噌樽を量産しておかないと。でんでんで、発酵した味噌樽にバケツを使って醤油をゲット。醤油バケツの中身は水や豆乳と同じようにぶちまけることができます。食材として使うにはガラス瓶に移し替えないといけません。はい、醤油瓶。これで様々な料理を作ることができます。複数回使用できるもののスタックできません。大量生産した時にバケツも瓶も持ちきれなくなってしまうので、今後はその対策を立てていくことになります。木材ブロックで醤油樽でも作って、醤油を貯めれば万事解決です。樽は斧で壊して、味噌と殻の樽を回収。味噌と醤油の量産も成功したので、ここの工場も少し増築しましょう。とりあえず、今回はここまで。また次回お会いしましょう。チャオチャオチャオー。